どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはハンティングワールドのダウンコートです。紫です。いい色ですね。すごくいい色で、独特なグロスなんですけども、ハイブランドらしくね、こういう細かいところにもブランドのロゴがこうついていたりするんですが、撮影に関して言うとですね、すごく苦手なお色です。こう寄ったり引いたりした時にね、どうしてもカメラの露出の自動調整によってね、色目がこう変わっちゃうんですよ。だからなんか色が違うぞっていう風になっているのは実際じゃなくてね、カメラのそういう撮影の環境で変わってしまってるっていう風なことです。ここねポッケのところね、ちょっと気になったんですけど、白っぽくなんかこうスクラッチの線、すれ傷みたいな、すれ跡みたいな、傷じゃないな、すれ跡みたいなのがついてるなと思ったのと、あと袖ですね、お客様一番気になってる色の段差、一番わかりやすい色の段差は袖のこの黒ずみでございます。リブの部分、ゴムが入っている部分がね、黒くなってきてしまっているんですけども、今ちょっと裏返しにして見ていただきますとより分かりやすいかなというふうに思うんですが、裏側を見ると黒くなってますね。だから袖だけね、これだけ極端に、汚れが見えるようになってしまっているということは、それだけたくさん着てらっしゃる、もしくは着てから洗うまで時間が経過しているというふうに、思っていまして、まあ、全体的な汚れ、他にね色の段差目立つ、色の段差汚れないですけど、見えないですけど、でも多分汚れているだろうななんていう風なことを想像してですね、全体処理をさせていただこうと思います。もちろん袖はね部分染み抜きをさせていただいて、黒ずみを取りたいなという風に思います。素材お見せします。表地ポリエステル 80%、 ナイロン 20%、 裏地ポリエステル 100%、 ファー部分がタヌキ、ラクーン、チャイナラクーンで、中綿がですね、詰め物がダウン90、フェザー10で、お洗濯液表示はドライクリーニングアンダーバー1本のみになっておりますね。今から、まあ、先のことは分かんないですけど、何年か先、何十年か先にはですね、その毛皮という風な部分で、天然素材のリアルファーを使うお洋服ってもしかしたらなくなるかもしれないですね。多分僕の予想ではレザーはなくならないと思うんですけど、毛皮はレザーも減るかな。でも天然素材はハイブランドがですね、どんどんそういうのをやめてるんですよ。エコファーなんていうふうな言い方をしたりしてね、天然素材の動物の毛皮を使うのをやめようと、人工的なものでいいじゃないかというふうなことになってきているので、なんていうかな、フェイクファーみたいな言い方をすると、フェイクってなんか嫌ですね、言葉的にね。だからエコファーという名前にしてるんですけど、まあ、そんな風になってきているので、確かにね風合い質感違うとは思うんですけど、今ね僕何してるかというと、ドローコードのストッパーがレザーなので取り外してます。で取り外してね、で中にね入っちゃうとまた入れるのめんどくさいので、入らないようにちょっと軽くね結んでおきましょう。やっぱね独特の色なんですよね。独特の色、やっぱハイブランドって色すごい発色性が良かったり、独特の色味だったりするんですが、こうマットな感じで、しかもねそのグロスの出方、着た時のドレープの出方によってその色味がですね非常にいい感じに見えるんじゃないかなというふうに思うんですが、ただそのすれ跡が見えやすい、白っぽくなりやすいというふうなのもこの素材のお色の特性なのかなというふうに思います。白っぽくなってるんですよね。これなんとか取りたいですね。なんかねシミじゃないんでしょうけどね、なんかこうすれの多いところにはそういった色の段差がこうできちゃうんですかね。そんなこと書いてないかな、書いてないか、やっぱり、あ、そっか、ストッパーとファーは取り外して洗ってくださいぐらいしか書いてないですかね。あとは濃色は色移りするよとか、あとクリーニングは専門の業者にご相談くださいなんてことしか書いてないですね。そうですね、了解です。はい、それでは、全体のクリーニング、そして袖の黒ずみ、そしてできればそのすれによってできたような色の段差もですね、全部一緒にきれいにしたいと思います。はい、仕上がりました。状態見てください。色味がなんかちょっと
変わって見えるのはカメラの撮影の特性でございますのでね、そこは色変わってないよというふうなことをもうお知らせしておきますね。まず袖の黒ずみすごく綺麗になっております。大丈夫でございます。ただねやっぱりね、ずっとこうスレが多いところっていうのは若干白け、が出てますね。ただビフォーの時にお見せしたポケットのところとか袖のところのそのスクラッチのようなそういう線傷よりは全く違和感少ないですね。こっちの方が自然な感じのエイジングで色あせしたんだなというふうな部分、パッカリングといってその縫い目のところがねちょっとこうしらけてくるみたいな感じなので違和感ないですね。まあ汚れ綺麗にすっきり取れると黒ずみが取れるとね下地の色っていうのが見えるようになるので、あこんなにしらけていたのかななんていう風になるんですけど、でも汚れ黒ずみついているよりはずっといいですね。全体的なお色、質感、風合い、ダウンのロフト、全然大丈夫というか全て保った状態で、メンテナンスすることができております。裏地の お色も全く問題なく、ダウンもですねいい感じにふかふかと膨らんでおりますし、またその触った感じもですねサラサラといい感じでございます。お洗濯表示的にはドライクリーニングしてなんですが、私の判断で今回はウェットクリーニング水処理をさせていただいております。フードのねドローコードのストッパーも元に戻してあります。そうですね、まあ、取るなんて当たり前ですけど、取れるレザーを取れるなんていうのは当たり前ですけど、まあ、そういったね細かいところをチェックするっていうのもね見逃さないっていうのも大事なところかなというふうに思います。いいですね、本当にね色味がいいですね。これはねダウンステッチが入っていて、まあそのハイテクなねゴアテックスダウンみたいな感じじゃないですけど、本当にいい長く着ていただけるんじゃないかなというふうに思います。まあ、色あせはね仕方ないですけど、でストレッチのような線傷というか、まあ、擦れ跡というか白っぽくついていたのがですねうまいこと取れました。良かったです。別になんか染み抜きしたわけじゃないんですけど、丸洗いをしたらですね一網打尽に綺麗に取ることができております。良かったな、良かったです。はい、あとはねお客様自身でここにフードに毛皮をつけていただければ OK です。ハンティングワールドのダウンコートのご紹介でした。ご利用ありがとうございます。